LMS2 から6から 4T 蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の位置形式である。ヘンリー・ファウラーが設計した車輪配置2から6から4の旅客用タンク機関車で、1927年から1934年までに125両が製造された。2395から2424 24までの 番号が付けられた最後の30両には、サイドウィンドウとキャブへのドアが取り付けられた。LMS は本形式を出力分類で 4P、イギリス国鉄では 4MT に分類した。これらは、その後のイギリス国鉄4型2の6の 4T 蒸気、機関車の基礎となった。アイルランド北部軍委員会の NCCWT9 蒸気機関車も、本形式の影響を強く受けていたが、 動輪の直径は NCC の観光に合わせて3インチ大きくなった。本形式の大半はロンドン、マンチェスター、その他の大都市の駅からの長距離通勤列車で使用されていた。ティベ機関区に配備された機関車は LMS ウェストコースト本線のシャップへの急な坂を上る重い乗客及び貨物列車の補助機関車に使用された。 シュルーズベリーカラス・オンジーまでの長距離運用に使用された機関車もいた。最後の2両の機関車は1966年に廃車になった。42,389号は1952年10月8日にトリング発ユーストン行き通勤列車の牽引中、パース発ユーストン行き急行列車にハローウィールドストン駅で追突された。事故で112人が死亡した。 42,389号は無傷だった。直径5フィート9インチの動輪を連ねていたにも、かかわらず、本形式は、ユーストン発着の近郊列車で、時速80マイル以上を、しばしば記録した。LMS は本形式に2,300 24、2,424の番号を付け、イギリス国鉄は番号に4万を加えて、42,300、4,24とした。 1959年のハイベルロード駅42,421号機関車。これは、後部スタイルのサイドインドーキャブを備えた、ファウラー 4MT の一行。本形式は保存されなかったが、ザ・レールウェイマガジンの2013年1月号では、復元する新しいプロジェクトが、初期の研究段階にあると報じられた。2015年5月、LMS パトリオットプロジェクトは、 LMS パトリオット級蒸気機関車45,551号機の完成後2から6から 4T の製造に着手すると発表した。パトリオット級と同様に本形式最後の1両である42,424号機を本線運行の標準仕様で製造するが運行は主に保存鉄道のみとなる。本形式の設計を大きく取り入れた。 n c c w t 級蒸気機関車の一両である4号機は北アイルランドで最後に退役した蒸気機関車となり、アイルランド鉄道保存協会によって保存されている。4号機は2015年6月に全般検査から復帰し、現在ダブリンに拠点を置いている。ありがとうございます。